マルチェンロ・ベヌスティは、イタリアのマニエリスムの画家である。16世紀の中頃に、ローマで活動した。イタリア北部、ロンバルデアのマッツォ・デバルテッリーナで生まれた。裕福な家に生まれ、一族には、好意の聖職者や医師、交渉人がいて、一族の画家、フランチェスコ・ベヌスティから絵を学んだ。ヴィンチェンツォ・デ・バルベリスのもで修行を続け、 1531年に、デ・バルベリスとマントバに移った。マントバで、マニエリスムの画家、ジュリオ・ロマーノと知り合い影響を受けた。マントバで活動したことで、ベヌスティは、イル・マントバノのあだ名で呼ばれることになった。1533年から1534年は、ジェノバで働いていたペリーノ・デル・バーガの下で働き、デル・バーガからも影響を受けた。 ローマに戻ったデルバーガの元1 5 3 7年の終わりに移ったと考えられる。デルバーガの工房で知り合った建築家、彫刻家のデラポルタの一族の娘と結婚した。生まれた子供には尊敬するミケランジェロの名前をつけた。ローマの教会のために多くの祭壇画を描くとともに、ミケランジェロの作品を模写したことで知られ、当時の芸術家のパトロンだった数奇鏡。 アレッサンドロ・ファルネーゼの注文でバチカン宮殿のフレスコが最後の審判を無写した油絵を描いたことで知られている。これはミケランジェロが存命中に描かれた。また、ミケランジェロの主体で描いた作品もある。ローマで没した。ありがとうございます。